地方伊東純也とかいうプレミアでも十分通用しそうなのに移籍の話が来ない選手。一番ヤバいのは伊東やない？あの年であれだけ結果出してるのに何か移籍できそうな気がしない。遠藤航こうしちゃうか。半年くらいのゴールやろ。何かというか年齢が9割やからな。こればかりはしゃあない。移籍は無理やろ。ランスもクラブ最高額で取ってきたわけだし、リーグワンの中堅で数年エース張って J 復帰でしょ。端的に年齢、伊東はフランスの中堅なのに滝はリバプール行けたとかこんな不条理だよな。引退したら伊東は元スタッドランスで滝は元リバプールと紹介されるんやぞ。中断前あたりはマルセイユとか噂出てたけど今は全く聞かなくなったな。未調と同じくらいプレミアで通用しそうな伊東純也がリーグワンまでしか行けないの悲しい。ドリブルの質が違いすぎるんや。伊東はプレミアよりはるかにレベルが下のリーグワンで最近3試合連続最低点だぞ。30過ぎた攻撃的な選手は欧州の特に4大リーグはよほどの活躍しないと獲得しない。伊東も対策されてからパフォーマンス落としてる。獲得した移籍金以上で他のクラブが取るには差が上すぎて難しい。言葉を覚える気がないからチームメイトと全くコミュニケーションを取ってないって言ってるし、もう上は目指してないだろ。滝をバカにしてるけどプロ意識だけは滝の方が格上だからな。口だけで実際は仲良いぞ陰キャって言ってるけど全然陰キャじゃないのと一緒や。もしよければチャンネル登録お願いします。